黒ひげ危機一発をするよー。シーマリン早くするにゃん。次はアスニャンの番にゃん。アスニャン次で最後だよー。え、アスニャンは悪くないにゃん。アスニャンは悪くないにゃん。なんとアスニャンは混乱してしまい初音ミクを刺してしまったのだ。みんなも気をつけてね。というわけでチャオ。